叩いて ASM 関西ガーどうもスーパーニューニューの古谷いなです。20年以上キンキギッツを好きな古谷いなやですね、今日は、キンキの曲または剛くんの曲を、100選いたしまして、1曲ずつ皆さんに紹介していきたいと思います。お願いします。ということで、今日紹介いたしますのはこちら、 F アルバムに入ってます、ウィンターキルということでですね、 F アルバムを持ってたと思ったのに持ってないんかい、持ってないんかいということで、なんかこれもコピーしたやつ、いや持ってたはずなんですよ、どっか行っちゃった。 F アルバムに入ってますウィンターキル、これちょうどねあれですよ、 F アルバムといえば2人の伝説のヒット商品愛の塊が入ってるアルバムになってます。この中に入ってるねウィンターキル、いい曲だなと思ってたら作詞作曲剛くんだったんですよ、やっぱりやっぱりということで、剛くんがね作詞作曲してる曲でした。でしかもめちゃくちゃいい、歌詞がすごく良くて曲もめちゃくちゃいいんですけど、もう最初の入りがいいですよこれ。僕から君へ愛、めちゃくちゃ良くないですか。しかも私が一番好きなところはこの分かっているすでに唇誰かに預けたんだろう、好き忘れたくない誰もいない、ずっと誰もいない、これいい曲ですよね。すでに唇誰かに預けたんだろうって言ってんのに、好き好きなんかいおい好きなんかい、おい好きなんかい、めちゃくちゃなんか剛くんにしては結構分かりやすく書いてある音楽な気がするんですよね。ちょうどパーマかけてる時ですよね。2003年の M ステに出てるんですよ。アルバムの曲で、しかもソロで書いた曲で M ステ出るってすごくないですかね。それぐらいやっぱりいい歌っていうことなんですかね。ということで今日紹介したのはウィンターキル、これマジで聞いてほしい。なんか剛くんのバラードとか好きな人は絶対キュンキュンする曲だと思うんで、もう剛くんやっぱ乙女なんですよね。乙女心がねすごい分かってるんですよね。もうだから女性かもしれない剛くん、もしかしたら内緒でジャニーズに入ってる人かもしれない。本当はだから結婚しないのも本当はやっぱり女性だからかもしれない。すぐ青くなっちゃう、ごめんね。ウィンターキルって感じでしょ。ということで、本日ご紹介したウィンターキル、めちゃくちゃあれでしたね、ソロになりたての時にちょうど書いてる曲になりますね。だから剛くんのバラードとか最初の方の曲好きな人は絶対気に入ると思うんで、 F アルバムウィンターキル聴いてください。こちらですね、じゃあこちらを聴いて私が伝えたいことはじゃん、万が一剛くんが女でも私はいけるよ。ということでいろんな曲を紹介していきたいと思いますので、
よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。